女性は何今言ったの。女性は砂にこうめぐ潜り込ませられないので、 あとシャフトがもう軽すぎて、入っていかないんですよ、うんうん、よくサンドウェッジとして売ってるわけじゃなくてセットで売ってる女性用のクラブとかね、そう、うん、でこれも女性用のクラブで僕も今ちょっと開いてやってみたけど結構ねこの地面に、弾かれちゃうんだねこれ、これなんでかってクラブ軽すぎる、だからちょっと形としてお教えしたいのは、ちょっとフェース開きなんだけど、でもこのクラブに合わせるとやっぱりもう開かないでいいのかな、開かないでいいのかもわかんない、それバンスが、だからそのクラブに合わせたアドレス、ちょっと今打ってみて気づきましたけど、開いた方がいいですよって言おうと思ったんだけど、例えばこれは軽すぎ、そうか軽すぎちゃダメ俺のだと、でちょっと砂がこう硬い、ここは硬いじゃないですか、こっち行けばちょっとこうちょっとふわふわしてる、こっちのふわふわしてるとこ行ったらやっぱりちょっと開かないと、開かないとダメかな、これ今かぶしたんだけど、だからサンドウェッジだけは本当はあった方がいいですよね。そう、これでどうなんだろう、多分シャフトが何グラムなのか分かんないけど、まあまあとにかく軽いんですよ、明美さん後で来るけど、明美さんも去年まですごい軽かったんで、サンドだけ買ってしたら今年すごい全然バンカーが上手に、だけどやっぱり売れるクラブって軽いクラブの方が圧倒的に売れるから、やっぱりそうなっちゃうんですよね。僕もだって初めてハワイでレンタルクラブでゴルフやった時、まず何が嬉しかったって、うわ軽いって、あーシーズンオフで遊びの父兄会の父母会のゴルフだったから子供のね、そうすると軽い、今日楽だわってめちゃ嬉しかったんですよ。俺も絶対遊びでゴルフやったらこんくらいの軽いクラブで十分だわって思ったんだけど、いざコース出て何が一番難しいって言ったら、この軽いサンドウェッジ、ちょっとでもダフったらザコーって入っちゃう、ちょっとでもこう薄く入ったらもうパカーントップしちゃう、で多めにダフったらもう跳ね返っちゃうヘッドが、で今度スピードも今度自分で選ばなきゃいけないわけですよ。今までだったらクラブの重さでドーンってやっていいから振り幅だけでなんとなく良かったんだけど、軽いからあれどのスピードで打っちゃいいのかなって選ぶその自分のコンピューターがめちゃくちゃ忙しい、でどのくらいのグリッププレッシャーがいいんだろう、どのくらいヘッドに潜り込ませればいいんだろうって、いろんなコンピューター働かせなきゃいけない。なんかプロのツアープロの中には重たいのを使ってる人もいるし軽いのを使ってる人もいるって聞いたんだけど、あでもまあプロゴルファーが全体的にはもうウェッジだけはみんな、だからアイアンが例えば、めちゃくちゃ軽いのを使ってる人でアイアン 90g かな、あのスチールファイバーの 90g っていうのを使ってる人が一番多分ツアーの中では軽いんだけど、やっぱウェッジは110とか、もうじゃあそれ重さの話であってバランスじゃない、あのねあれなんですよ、売ってるクラブは結構危険で、スイングバランスっていう D5 とかあれが結構重たいの。だから有名メーカーでも有名ウェッジでも大体 D5 とか D4 とか D5 ある。そうすると僕ら重くて振れないわけよ、ね、でそれなんでかって言ったら、あの分かります、あのバランスって総重量とそのゴルフでいう D1、D2 とかっていうのでバランスの表示があるんですよ。そう、重さって2つ測るのがあって、これ全体を総重量って言うんですよ。で このヘッドにがどのくらい効いてるかっていう、こういうスイングバランスっていうのがあって、これは、ヘッド側が重ければ重いほどこっち側を抑えなきゃいけないんです、ある程度の視点は決めとくんです、でこっち側にどのくらいかけるかっていうやつ、これって振った時のダイレクトなヘッドの効き具合が分かるのをスイングバランスっていうんですけど、これがね売ってるクラブはいかんせん重いのが多い。あ、そうなんで、なんでかっていうとやっぱりプロ用っていうのはまずメッキしないでしょメッキしないで、プロにアレンジしてバンスを削ったりとかするから軽いの重くできないから、わざと重ために作っとくんですよ。
もともと。もともと。で、それにメッキを施すでしょ。メッキ分また乗るでしょ。うん、そうすると、で、普通の長さにしちゃうでしょ。そうすると、それが、あの、すごい重くなっちゃう。うん、で、今ほら、ロフトがアイアン立ってるのが流行ってるでしょ。うん、で、ロフト立ってるのが流行ってると、シャフトも短くし、今までの長さにしちゃうと、弾上がんない、ただのクラブになっちゃうから、ロフト立てたらシャフトも伸ばす。そうすると辻褄が合わなくなってくるから、ウェッジだけいきなりガンなんて短くできないわけ。だからそういうバランス考えると、やっぱり重たくなっちゃう、スイングバランス重くなっちゃう。でもシャフトは今度軽いから、これ総重量で乗っけた時は軽くなっちゃう。でもプロが使ってるのは総重量重いです、振ったら軽いですっていうのがプロのウェッジで、バランスは D2 とか D2 以下、うん、D4 とかのウェッジ使ってる人もたまにいますけど、プロでも D1、D2 とか大体、うん、上手い人ほど C バランスだったりする。丸山さんとか青木さんとか C バランス、うん、青木さん、丸山さんは C9 とか、青木さんの全盛期は C6 とか D5 とかがすごい重いんですよバランスとして。 D4、D3 続いて D0 来て C に入って D0 の方がこっちに行くってことですね。そういうことそう。あと視点はね一緒なんです。一緒なんです。視点はそのスイングバランス測定器っていうのは視点が同じところにあって、こっちにどんだけ重りをかけていくかっていうので計測していくんですけど、そんでね、そのクラブの重心のセンターってどの辺にあるんですか。この辺ですか。そう、こうやってバランス取れるの、うんうん、この辺が重心のセンター。ちょっと僕の上で、ちょっとどのくらいでセンターに来るかやってみて。もっとこっちか、うん、そうそう、そういうことな。そうするとさ、うん、これわかります、重心のセンターがもう長尺っぽくなっちゃってるわけよ、うんうんうん、アマチュアの下手なのになんで長尺使うのっていう俺に言わせれば、うんうんうん、じゃあこれ、ああ、そっか。こっちの方がちょっとこっちだもんね。うん。うん。まあ、これは同じね。ちょっと1センチぐらい。うん。やっぱほら、ちょっと。うん、ちょっと。こっちの方がヘッドが効いてるわけですよ。うん。こっちの方が1センチぐらい先でしょ。うん。うん、そうすると、自分の重心のセンターが自分が遠いわけじゃないですか。それってコントロールするのすごい難しいわけ。これが近い方が。だから、クラブ全体で振れるわけ。うん。だから、これもまたすごくクラブが難しくなってる要因の一つ。自分が使ってるクラブはこれ、うん、でこれもシャフト85でしょ。だ自分でこれがコントロールしなきゃいけないっていう、うん、そう、まあ、僕の方はこんなに短いわけ、うん、ここで握ってたらここに重心があるわ、うん、でこうだもんね、うん、シロさんのここにある、うん、だから自分で一生懸命コントロールしなきゃいけないっていう、うん、いけない、うん、だからクラブ選びもそうですけど、よりだからプロって難しいクラブ使ってるって思われてるけども、うん、全然そんなことなくて、うん、メッキがないのも簡単な理由の一つ。滑らない、横滑りしない、うんうん、だって一番ロフトの寝てるクラブなんですよ、サンドウィッチって。だから一番こう下をくぐりたくなるでしょ。でここで硬いコーティングしたメッキありだったら横に滑っちゃうわけ、うん、ダルマみたいな、ダルマ落とし、うん、でもキンキンにさ、あの反発するおじいちゃん用のクラブある。あの素材で7番アイアン、5番アイアンはいい、8番アイアンとかはいい、うん、でもあれでサンドウィッジも流れて作ってる、うん、そうするとよく見るのが遮光って抜けちゃうの、うん、ここが硬いから、硬いコチンコチンの床の上でやるのと、ね、ちょっと、なんかドイツの刃物じゃないんで、ちょっと粘りのある金属だったら絶対こっちの方がこうくっつくじゃないですか。だからプロの球っていうのはくっつくから、球がくっついてる最中ってどっち行きます、平行移動する、だから低く出るわけ、うんうん、まずプロのゴルファーの会場行ってサンドエッジバーンって打ってるの見て何を思うかって言ったら、なんであんな球が低く出んのって思うわけ、うんうん、クラブなの、打ち方ではない、そうそう、でマジの人はポコーンって上に上がる、うん、前にねブリヂストンオープンでその低い球どうやって打つのスピンって言ったの練習、じゃこれ打ってみて、うん、どうやって打って普通に打ってみて、ボーンでる止まるわけ、うん、横田プロの
って言うんだけど、まあ、俺は技術じゃないかなって思いながら見てましたけど、うん、クラブはそんだけ、だからその時にだから低いとも出たわけ、出たでか、出たでか、うん、マジックですよね。種と仕掛けがなきゃ、うん、そういう現象は起きないわけです、うん、そういうクラブね、サンドイッチの真実でした。はい、この難しいクラブyou like me.